ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、日本製鉄の陽光鍋転落事故、やばすぎない？ああ、恐ろしすぎだよな。一応害悪を解説すると勤務中の男性従業員の行方がわからなくなり、警察が捜索した。なんで工場で行方不明とか起きんのよ。捜索の結果、溶かした鉄が入った設備から人の骨のようなものが発見された。男性は鋼を溶かして鉄を作る作業を担当していたってことだぜ。恐ろしい。金属などを溶かす高温の炉に作業員が転落する死亡事故は、過去にも驚くほど頻繁に発生しているんだ。え？そんなちょいちょい溶鉱炉で溶けて死ぬとか、日本で起きちゃってんの？2004年には大阪市の製鋼工場で、溶鉱炉上部の鉄の投入口近くの足場で飛び散った鉄くずを集めていた社員が炉内に転落し、全身やけどで間もなく死亡しているぜ。うわぁ。2012年にも愛知県の自動車部品を作る工場で、鉄の粉を溶かす溶解炉に男性社員が転落した。炉の中から人骨の一部が発見されたぜ。そんな頻繁に。さらに2012年に福島県の製紙工場で、腰を溶かす溶解炉に、点検作業中の社員が転落。警察が DNA 鑑定などを行い、行方不明となっていた社員の死亡が確認されたぜ。本当に頻繁に。ちなみに、同様の事故は韓国でも過去に繰り返されていて、1600度を超える溶けた鉄に墜落して死亡した20代の労働者を追慕する曲その溶けた鉄を使うなが話題になってたぜ。うん？どんな曲？その溶けた鉄は使うな自動車を作らないこと街灯も作らないこと鉄筋も作らないこと梁も作るなってな。この事故を憂いたインターネットユーザーが残した文章が元だ。なるほど。作らないを訴えたわけか。曲が作られて10年後には、10年も経ったのに、使ってはいけない溶けた鉄はずっと作られているとも発言されていたな。日本も同じね。ターミネーターでも溶けていくんだから、ちゃんとしてもらいたいわね。労働者が溶鉱炉に墜落する、まさに、ゾッとする事故が繰り返されているわけだな。1500度とかになったりするんでしょ？安全対策の徹底をもっとしっかりしてほしいわね。うっかりがあっても事故が起きない仕組みをしっかり構築してもらいたいよな。ほんとそう。では、今回は同様に工場などで労働環境が劣悪すぎて起きた悲惨な事故を一気見で解説させてもらうぜ。企業の偉い人たちにはじっくり見て労働環境を今一度見直してもらいたいわね。ああ、その通りだな。ではしっかり聞いてくれよな。今回は、2019年に起きたとある労災事故を紹介するぜ。労災か。SNS とかだとさ、現場猫、のイラストが話題になっているよね。よし、の指差しポーズで有名な、あの独特なタッチの猫のイラストだな。現場作業者のあるあるネタや、ヒヤリハットな事案の啓蒙周知に役立ってくれているんだぜ。でもさ、ああいうネタが世の中に広まってもなお、労働災害ってなくならないんだよね。つい先日も、ツイッターで現場のルールを守らないパートの従業員が、機械の中でメンテナンスしている人がいることを確認せずに電源を入れた、って話がバズってたよ。巻き込まれた方は、幸いにも大事なかったみたいだけど、どれだけ頑張ってルールを作っても、肝心の現場で働く人々の間で、そのルールを遵守する空気がないとどうしてもな。たった一人のルールを軽く見るアホのせいで、残りの大勢が苦労する羽目になるのよね。ともあれ、早速今回の事故の概要と経緯を見ていこう。2019年10月23日、高知県高知市のとあるクリーニング工場で、その事故は起きた。クリーニング工場？介護施設から預かった汚れた衣類や、ホテルの大量のベッドシーツなど、施設単位である程度のまとまった量のクリーニングを請け負っている工場だな。おう、なるほどね。ともすると、さぞかしどでかい洗濯機や乾燥機があるんだろうな。この工場にあったのはいわゆるドラム式の乾燥機で、内部は直径にして 1.4 メートル、奥行きは 1.1 メートルほどあったって話だ。こういう言い方はあれだけど、ちょっと身をかがめれば大人でも平気で入れるくらい余裕のあるスペースだね。さて、朝8時頃のことだ。そんなクリーニング工場で働くとある従業員が、稼働中の大型乾燥機からいつもとは違う音がする、ことに気づいてしまう。うわぁ、早くも嫌な予感か。慌てて緊急停止装置を押して、乾燥機の中を確かめたところ、なんとそこには、工場に勤めている60代の男性の姿が。この被害者の男性は、メンテナンスのために洗濯機の中に入って作業していたところ、突然乾燥機が動き出して、そのまま中に閉じ込められたものと見られている。発見した従業員はすぐに消防に通報し、間もなく指定士も現場に駆けつけたが、
ドラム式乾燥機ってさ、洗濯槽が傾斜になっているんだよね。それで、回転することで洗濯物を持ち上げて、叩きつける、ことで綺麗にするって。そんな中に人間が閉じ込められたらどうなるかなんて、火を見るよりも明らかだよな。高速で回転するドラム式乾燥機の内部で、何度も何度も叩きつけられながら回転していた男性は、残念ながら、頭部の激しい損傷や全身の火傷などが原因で、すでに息を引き取っていた。でもさ、この手の不幸な事故を見るたびに思うんだけど、中にいた人が、内側から蓋を開けて脱出したりってできないのかな？基本的には無理だろうな。そもそも洗濯機や乾燥機の覆って、動作中にはロックがかかって開かないようになっているだろ。ああ、あれ意味わかんないよね。今回の事故は工場のでかい乾燥機だったけど、一般のご家庭でもあるじゃない。子供やペットが気づかないうちに洗濯機の中に閉じ込められちゃって、蓋が一度閉まってしまうと開かなくって出られなくなった、みたいな事故。過去の動画でも何度か紹介した概念なんだが、これはいわゆるフェイルセーフ、とかフールプルーフ、と呼ばれる設計でな。内側から開けられない、構造にすることで、より悲惨な事故に派生するのを防いでいるんだぜ。どういうこと？例えばの話、稼働中の洗濯機の蓋が、何かの拍子で開いてしまったらどうなる？そりゃまあ、水とか中の衣類が飛び散っちゃうよね。特に脱水モードの時は、遠心力でものすごい勢いで回転しているわけだから。そのものすごい勢いで回転している最中に蓋が開いてしまって、硬いデニム生地なんかが水を吸って重たくなった状態で、近くの人に叩きつけられたらどうだ？ああ。骨折や転倒で済めばいい方だな。打ちどころが悪ければ失明や内臓破裂の危険性だってあるだろ。なるほどね。途中で蓋が開いてしまって、水や衣類が勢いよく飛び出してくる、っていう事態は絶対に防がないといけないと。だから、他の何よりも優先して、何があっても絶対に動作中に蓋が開かない、構造になっているってわけか。そういうわけだ。似たような話で言うと、業務用の巨大冷凍室なんかには必ずと言っていいほど、内側から扉を開く、機構が設けられている。中に作業員がいることに気づかずに第三者が開けっぱなしの扉を閉めてしまい、そのまま閉じ込められて凍死するって事故が何度もあったからな。でもさ、それなら、そもそも中に子供や動物が入っていたら動作しない？っていうフェイルセーフを作ったらいいじゃん。それか、洗濯物は絶対に飛び出さないけど、手動操作なら内側からでも開けられるようなロックにする？とか。そうだな。実際に、そういう設計で作られている洗濯機もあるんだけどな。技術的な難しさとかもあるのかもしれない。技術的な難しさ。例えば、重さのセンサーで中に人がいる、と感知するシステムを作ったとしよう。これ、何キロ以上ならセンサーが作動するようにするべきだと思う。まあ、10キロから20キロくらいが妥当じゃない。それだと、5歳児の平均体重ならアウトだな。じゃあもう少しセンサーの感度を上げて5キロとか。すると、今度は5キロ以上の洗濯物を入れると動かない、という問題が出てきてしまう。水に濡れた服とかをちょっと多く入れたら、即アウトだろうな。うわぁ、なるほど。配分が難しいんだね。業務用の洗濯機ともなれば、さらに難しい。大量の衣類を一度に中に取り込むわけだからな。それでもどうにか設計段階で防げないのかな。実は、こういう、でかい洗濯機、乾燥機に巻き込まれて亡くなる事故、ってのは、少なくないんだぜ。まあ、大きな機械のメンテナンス中とかで、内部に人がいることに気づかないまま、確認作業を怠った別のスタッフがスイッチを押しちゃって、みたいな事故って珍しくないもんね。過去には、こんな類似の事故もあった。朝早くに出勤した従業員が、洗濯機の近くでおびただしい量の血が当たり一面に飛び散っているのを発見するんだ。いきなりスプラッタ。何があったのかと慌てて周囲を確認したところ、すぐそばに首を切断された別の従業員の死体を発見した。ちなみにその頭部は、脱水機のバスケットの中に放り込まれていたとのことだ。どう見てもコナン君が出てきそうなバリバリの犯行現場だけど、これも労災事故なの。ああ、実はこの洗濯機と乾燥機、洗い終わって乾燥した洗濯物を畳むためのプレス機が一体となったデザインでな。ああ、工場で使われているような業務用の全自動洗濯機となると、まあそういうのもあるよね。で、おそらくなんだが、このプレス機が作動している最中に、その中に入ってしまったんじゃないかと想定されている。
な。なんでそんな危ない真似を。全自動と言っても完璧じゃないからな。洗濯物に偏りが生じた時に、従業員がそこに手を入れたりして手動で修正するというのがよくある現場だったんだ。何を見て、よし、って言ったんですか。明確な安全管理の不徹底だよな。プレス機の安全装置も不完全で、稼働中にも中に入り込める、デザインになっていた。まさか開発者も、稼働中にわざわざ中に入り込んでくる命知らずな利用者、はいないと思ってたんでしょうね。とまあ、このように労災事故ってのは、旗から見れば、そんな危険なことするはずがないだろう、と客観的にわかりそうなことでも。現実には不思議と起きてしまうものだ、ってことだね。特に、働いている間は疲れで判断力が低下していたり、目の前のタスクで頭がいっぱいだったりするし。だからこそ、一見すると無駄に思えるような声出し確認や指差し確認を徹底しなければならない、ってことだな。ともあれ、今回の動画はこの辺で。今回はディープウォーター、ホライズン油田事故を解説するぜ。ディープウォーター、ホライズン油田事故、どんな事故なのかしら。霊夢は、油まみれになったペリカンの写真を見たことあるか。あ、見たことあるわ。海に油が流れ出て、ペリカンとかウミガメとかが油まみれになっている写真。その、油を流出させた事故だぜ。あのペリカンの写真の事故なのね。写真は見たことがあるけど、内容はあまり詳しく知らないわ。詳しく解説するから心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。この事故は2010年4月20日にメキシコ湾沖合80キロ、水深1522メートルで起こった、海底油田掘削作業中だった、BP 社の石油掘削施設、ディープウォーター、ホライズン、で技術的不手際から、掘削中の海底油田から天然ガスが逆流してきたんだ。BP 社って聞いたことがないけど、イギリスのロンドンに本社がある、石油などのエネルギー関連事業を展開する多国籍企業だ。元々の名前はブリティッシュ・ペトロリアムという名前だったけど、2001年、環境に優しい企業イメージにするために名前を変更した。BP というのは石油の先へ、ビヨンド・ペトロリアムの略だそうだ。環境に優しい名前にしたってことは、地球の環境改善に貢献している会社を目指したのね。この事故で正反対の方向に行ったけどな。BP 社は、世界の石油関連企業の中でも特に大きな規模の国際石油資本、いわゆるスーパーメジャーの6社のうちの1社なんだぜ。そんなに大きな会社なのね。そして、天然ガスが逆流してきて、どうなったの？その天然ガスが引火して大規模な爆発を起こしたんだ。海底に伸びる5500メートルの掘削パイプが折れて、大量の原油がメキシコ湾に流出してしまった。うわぁ。掘削施設ディープウォーター、ホライズンは4月22日、水没した。施設が水没してしまったの。大変な爆発だったのね。石油はどれくらい流出したの？ BP によると、約78万キロリットルの原油が流出したんだ。これは1991年の湾岸戦争の次に大きい規模で、1989年アラスカ州のエクソンバルディーズ号原油流出事故の4万キロリットルを遥かに超える規模なんだ。うわぁ、すごい被害。爆発の地の消火活動は行われたの。沿岸警備隊の艦艇やヘリコプターが集まって、消火や乗組員救出のために活動したんだ。しかし、爆発によって11人が行方不明になり、17人が負傷してしまった。それは大変だわ。海に流れ出た石油は広まったの。アメリカ合衆国沿岸警備隊によると、爆破した基地から伸びている原油の帯は、4月30日に、200キロに達した。幅は120キロあったんだ。すごすぎてよくわからない範囲だわ。29日にはルイジアナ州の住民から、沿岸に油が漂着していると報告があった。そのため、ルイジアナ州、フロリダ州、アラバマ州、ミシシッピ州の4つの州に非常事態宣言が出されたんだ。そんなに広がったのね。原油の流出は今は止まっているの。7月15日の封じ込め作業によって油の流出は止まり、9月19日に油井の封鎖作業が完了したとなっている。BP は石油の流出が広がることを防ぐために、6月末までに65万ガロンの石油分散剤を投入した。爆発して水没してしまったディープウォーター、ホライズンというのはどんな施設だったの？このプラットフォームは半潜水式で、自動船位保持装置を備えていて、大水深の海底から石油を掘削できるんだ。半潜水式なのね。BP 社が作った施設なのかしら。
R&B ファルコン社が発注し、韓国ウルサンの現代重工業が1998年末から建造したんだ。その後、R&B ファルコンがトランスオーシャンに買収されて、2001年にトランスオーシャン社に引き渡されたんだ。そうなのね。そして、それ以来イギリスの石油会社 BP と契約して、メキシコ湾岸油田のいろいろな港区で石油掘削を行っていたんだ。なるほど。マコンド・プロスペクトでは、2009年10月に別のリグで掘削を始めていたんだ。マコンド・プロスペクトって何？今回の事故が起こった油田のプロジェクト名だ。ふむふむ。だけど、ハリケーンでそのリグが損傷してしまって2010年1月にディープウォーター・ホライズンと交代したんだ。事故の3ヶ月くらい前に交換したばかりだったのね。ああ。そして申請工期は78日のところ、内部で51日と定められていたその工期は遅れ、予算も超過してしまった。事故が起きたのは80日目だったんだ。工期が遅れると、気持ち的に焦ってしまうわね。それにコストが1日につき100万ドル余計にかかるんだ。そんなに？事故の原因について検証するぜ。まず、そこに至った背景なんだけど、事故の6日前にすでに、BP 社のエンジニアはすでにこの油井を悪夢、と呼んでいたんだ。油井って、石油を掘るために整備された井戸のことだ。ふむふむ。BP 社のエンジニアのモレル氏は、この油井は、この施設のあらゆる場所にいる誰もが見ている悪夢のようだ、と、同様にメールを送っている。6日前に悪夢という状態だったの。パイプから吹き上がって爆発することを防ぐために、彼は油井の周りに、ライナー、と呼ばれている被覆を使うように求めたんだ。だけど、そのライナーは使われなかったの。そうなんだ。しかも、4月の初めにはモレル氏が言ったように、ガスが噴出して、作業が一時中断されたんだ。それなのに BP 社は700万から1000万ドルの費用が必要になるということで、ライナーを設置しない、と決めたんだ。それはひどい。そこは経費をケチってはいけないところだわ。しかもガスの噴出があったというのに。また、油井のセメント工事を担当していたハリバートンというアメリカの会社は、油井の中央に通す導管のセンタリング装置を21機使うように求めた。それはどんな役目の装置なの？導管が中央からずれてしまうと、セメントの固まる速度が場所によって変わってしまうから、隙間や溝ができて構造が弱くなってしまうんだ。なるほど。BP 社は21機使ったの？いや、6機しか使わなかったんだぜ。何それ？ディープウォーター・ホライズンの報告書は、セメント工事が成功したとは考えにくい、としたにもかかわらず、BP 社はセメントが固まったことを評価するセメントボンド検査を拒否した。そして、検査に訪れた作業員を追い返したんだぜ。これによって、11万8千ドルの費用と12時間節約した。ちょっと、安全性を犠牲にした節約策よ、それは。また、BP 社は掘削時に油井に溜まった泥を、循環させる作業もちゃんと行わなかったんだ。それをちゃんとしなかったら、どうなるの？油井の底に泥が残って、ガスや堆積物を吸収してしまい、セメントはさらに強度が弱くなってしまった。もう、大切なことだからちゃんとしなきゃ。泥を循環させるのは通常6時間から12時間かかるんだけど、この作業は4月19日にたったの30分行われただけだったんだぜ。たったの30分、やっつけ仕事すぎる。なんでそんな大切なところを手を抜いたのかしら。工期が1日遅れると、100万ドル余計にかかるからだと言われているぜ。また経費を減らすため、一番ケチったらいけないところをケチると、とんでもない事故につながるって実感したわ。他にも事故の原因だったと思われることがいくつかあるから挙げておくぜ。他にもあるの。1、ガスが4月10日午後5時過ぎに減圧試験を行って、圧力の急激な上昇と油井からの噴出を確認したにもかかわらず、作業が続行された。え、噴出が確認されたのに、本来は作業を止めるべき状況よね。そうだな。通常は危険な状況だと判断され、作業を中断すべきだったと思われるぜ。次に油田からリグに伸びる交換は、普通は二重交換が使われるのに、普通の交換で済ませていた。え、そんなところまでケチっていたの？そして、3、事故の8週間前から、安全性の問題に対する提言が拒否されるようになった。せっかく安全性の提言をしてくれたのに、拒否していたの。死亡した作業員の父親によると、それまでは提言が受け入れられていたんだ。事故の8週間前から拒否されるようになったということだ。
そうやって、意見を聞かなくなってくると取り返しがつかないところにどんどん突き進んでいくものなのね。4、オイル漏れを見つけた従業員の報告を軽く考えた。え、オイル漏れ、とても大切な情報じゃないの。ああ、その従業員はオイル漏れを上部に報告したんだ。だけど、対策としては修理や交換はせず、スイッチオフにしただけだったらしい。経費節減ばかりに目が向いて、どんなに安全が軽視されていたのかよくわかるわ。ここまでの量の原油が流出してしまって、その後の影響はどうなったの？ここからは、事故の対策と影響について説明するぜ。メキシコ湾は、沿岸に巨大湿地帯が広がっていて、カキなどの自然の宝庫なんだ。もともとはカキが取れる場所なのね。メキシコ湾全体では、エビが 69%、カキが 70% を占めるんだ。また、アメリカの人口集中地帯だから、自然の宝庫であるだけでなく、漁業や観光業にも大きく寄与している地域なんだ。そんなところへ石油が流出したら、影響は大きいわね。オバマ大統領は、原油が沿岸まで15キロに迫ってきた時にルイジアナ州ベニスに入り、ヘリコプターなどで視察を行ったんだ。そこで、史上最悪の被害が生じる可能性がある。と述べたぜ。そんなに被害が大きいのね。その後、原油回収船とオイルフェンスを使って石油回収の対策を行っているんだけど、流出箇所が深い海中であり、原油の吹き出す圧力が強く、上流も複雑であるため、被害が拡大する可能性があるんだ。うわぁ、それは心配。また、自然分解が困難な有害が砂浜の下60センチから発見され、野生動物保護区であるルイジアナ州のシャンデルア諸島に油が漂着したりして、長期的な影響が心配されているんだ。また、沖合にはメキシコ湾内を循環する海流があり、そこに到達するとメキシコ湾だけではなく、大西洋にまで被害を与える可能性があるぜ。そんなに深刻な事故だったのね。環境への影響として具体的なものは、原油は大西洋クロマグロの大きな産卵場2つのうち1つを完全に覆った。もう1つも到達する恐れがあると、スタンフォード大学のバーバラ・ブロック教授が発表した。ああ、大西洋に到達して被害が出たわ。大変な自然破壊ね。それにもかかわらず、BP のトニー・ヘイワード CEO は、海の大きさに比べれば、流出した原油の量など微々たるもの、と発言し、批判されている。自分の会社が起こした大事故に対して無神経な言葉に感じるわ。何か対策はないのかしら？応急的な対策として、特殊深海潜水艇を使って海中パイプをレンチのようなもので挟む案があったんだ。だけど、一部は成功したものの、流出量は変わらなかった。その後、鉄とコンクリートの箱を使ったトップハット作戦、や、油田を泥で埋めるトップキル作戦、も試されたけど、原油の噴出圧が6900万パスカルもあったために失敗してしまったんだ。ただ、7月15日には油田に蓋をする新たな箱の設置に成功して、一部の作戦が功を奏したぜ。功を奏した作戦もあったのね。環境への影響はもちろん大きかったけど、経済面でも多くの損失が出たぜ。BP の株価は大幅に下落し、時価総額もかなり減ったんだ。5月28日、BP の対策費が9億3000ドル、日本円で850億円、に達した。他に、州への資金提供、事故調査費、2万6000件の費用請求などがあるぜ。すごい額の対策費がかかっているのね。それに、事故に関わる企業も賠償金の負担をめぐって揉めることになったりした。事故の責任はどうなったの？最終的に BP の CEO が引責辞任することになった。アメリカ政府も新しい油田開発の凍結措置を取ったり、環境破壊や水質汚濁防止法などによる刑事訴追を検討したりしたんだ。この事件については、漁業関係者や地元住民、清掃関係者などが作る原告グループが最も大きくて、10万人以上が関係するんだ。10万人も？2012年3月3日に、BP 社とこの原告団体が和解したんだぜ。和解金は約78億ドルで、BP 社は自社で蓄えた賠償基金から支払うって発表してるんだ。和解したのね。ただ、アメリカ政府は和解しないことを発表した。アメリカ政府は、78億ドルも和解金を支払う BP 社の誠意を認めつつも、経済的余力がまだあるから痛い出費とは言えないと考えた。だから、メキシコ湾や周辺の環境への影響を追及して訴訟を続行すると声明を出したぜ。アメリカ政府とは和解ができなかったの。
いや、結局は2012年11月15日に、45億ドル3650億円でアメリカ政府と和解したんだ。ただ、これにはメキシコ湾岸4州や民間との訴訟は含まれてないんだぜ。すべて合わせれば和解金がすごいことになりそう。2015年には米連邦政府や5州、400地方自治体との和解が成立して、BP の支払い総額は約460億ドルになるぜ。これには民間への支払いは含まれてないから、実際にはもっと大きな額になるな。結局、BP は資産売却を行って、費用を賄ってるんだ。安全へ出費をケチったばっかりにすごいことになったわね。日本にも影響があったぜ。三井物産が7割、日本政府が3割出資の三井石油開発の 100% 孫会社モエックスオフショア 2007LLC が 10% の採掘権を持っていたんだ。日本の会社にも影響があったの。6月18日時点で、三井石油開発に6件、同社の米国子会社に3件、事故が起きた油田工区の権益を持つ孫会社に73件の訴訟が起こされた。アメリカ三井物産にも5件提起されていた。うわぁ。2012年に、モエックスは米国司法省と9000万ドル、72億円、を連邦政府と湾岸5州に和解金として支払うことに合意したぜ。日本の会社も和解金を支払っていたことは知らなかったわ。そういえば、さっき原油を止める作戦として一部の作戦が功を奏したと言っていたわね。そこをもう少し知りたいわ。ああ。難しい内容だけどなるべくわかりやすく解説するぜ。まず、大水深における掘削作業は宇宙開発と同じくらいの高度な技術力が必要なんだ。そんなに難しいの？修理や回収のためのアクセスが簡単にできないんだ。ダイバーの潜水限界は水深400メートルだからな。なるほど。その中で、どのように原油の流出を止めたかを言うぜ。まず、いろいろな作戦をやってみたけど難しく、ことごとく失敗。さっき言ったトップキル作戦というのはうまくいきそうだったけど、ダメだった。トップキルというのはどんなもの？泥を鉱井内に高圧で流し込んで勢いを止めるという作戦だ。鉱井からの噴出圧が弱まったように見えたけど、泥水が鉱井を硬化せず、かえって逆流してしまった。そこで、LMPR 作戦に切り替えたんだ。それはどんな作戦？ LMPR と呼ばれるパイプを切断して、錠後のようなキャップをかぶせて、吹き出す原油を吸い上げるという方法だ。難しい。まあ、吸い上げるってことね。そうだ。この作戦で吸い上げに成功したんだ。その後さらに工夫を重ね、どうにか吸い上げを安定させた。その後、吸い上げ、から、流出封印、に作戦を転換。セメント封入作業を始めたんだ。うまくいったの。ああ。7月15日新たなキャップにより、事故後初めて流出が停止した。熱帯暴風、ボニー、の影響で、作業は一時中断せざるを得なかったけど、最終的に9月19日、石油の流出を止めることに成功し、作業は完了したぜ。ああ、よかったわ。自然環境への影響は完全に終わったわけではないけど、流出を止めることができてよかったわ。そうだよな。BP も、まだしなければいけないことが残っている。メキシコ湾が被ったダメージを回復させ、湾岸地域の人々の生活を変えることのないようにしなければならない。と言っている。ここまで大きな影響を与えた事故だけど、もともとはコストを削減しすぎたことと焦りが原因だよな。どんな時でも、安全を軽視してはいけないことがよくわかったわ。それと焦りはダメね。この爆発事故が起こり、災害から逃げるまでの様子は映画、バーニング・オーシャン、で詳しく描かれているぜ。もし興味があれば映画を見てみてほしい。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。霊夢、過去にうちのチャンネルで、ラナ・プラザ崩落事故、というのを紹介したのを覚えているか。なんか聞き覚えがあるような。どんな事故だっけ？バングラデシュで起きた建物の崩落事故だな。正式な許可を得ずに建築、増築された商業ビルが、その負荷に耐えきれずに自重で崩壊してしまったという内容だぜ。ああ、思い出した。確か、ファッション業界史上最悪の事故、って言われてるんだよね。この事故はその被害規模もしかることながら、バングラデシュというアジア最後の新興国が、そしてファッション業界が抱えていた闇を浮き彫りにしたことでも有名なんだ。スウェットショップ、っていう、日本でいうところのブラック企業みたいな状態だったんだっけ？ああ、このスウェットショップ、は特に発展途上国で起きやすい構造でな。
グローバルな企業が安価な労働力を求めて現地に工場を建てる、というところから始まるんだが、ノルマ達成は二の次で、従業員は徹底的に管理されていて、トイレすら自由に行けないところもあるんだよね。だから、仕事中は大人用のおむつが不可欠だとか、みんな膀胱を壊して辞めていくって噂も聞いたよ。ラナ・プラザ崩落事故では、この労働搾取の構造が事故の被害を拡大させる一因になったと言われている。施設の中の縫製工場で働いていた職員たちは、崩落の前日に建物の壁や柱に大きな亀裂が入っている、のを発見していたんだ。それもちょっとやそっとのひびではなく、素人目にも放置しては麻酔とわかるほどの裂け目だったという。普通ならそれを上司や管理人に報告して、安全のために一刻も早く工事しなきゃ、って流れだと思うけど。しかし、ラナ・プラザ、ではそういうまともな流れにはならなかった。工場のマネージャーは、職員から亀裂についての報告を受けたにもかかわらず、彼女たちに仕事に戻るよう命令した。それを無視して避難しようとする職員に対しては、解雇をちらつかせたという。人命よりもノルマの方が大事かね。建物の亀裂に気づいた段階で、責任者が適切な避難指示を出していたのなら、崩落そのものは避けられずとも被害規模はぐっと少なくなっただろう。結果、本来なら助かったはずの異変に気づいた職員たちは、ほとんどそのまま生き埋めになってしまった。助かるはずの命が。でも、その、ラナ・プラザ崩落事故、が一体どうしたの？もうすでに過去に動画にした事故なんでしょ？ああ、今回の動画で紹介しようと思っているのは、この、ラナ・プラザ崩落事故、とは切っても切れない関係にある事故なんだ。というと、ラナ・プラザの一件を、ファッション業界史上最悪の事故、と評したが、この歪な業界の構造が生み出した悲劇はこれだけじゃないんだよ。実は、ラナ・プラザの事故の前年、2012年には同じような悲劇が2件立て続けに起きているんだ。ラナ・プラザは氷山の一角だったってことか。1000人以上の死者を出した建物の崩落事故というのは、確かに目立つけどな。だが、それだけではここまで先進国のアパレル企業が槍玉に挙げられることはなかっただろう。世界中の人々が憤ったのは、いつまで同じような悲劇を繰り返すつもりなんだ。っていうファッション業界の闇に対してだったのね。というわけで今回は、そんなラナ・プラザ崩落事故の前年に起きていた2件の工場火災について見ていくことにしよう。だがまずは、ラナ・プラザ崩落事故そのものがどのような事故だったのかについて、もう少し詳しくおさらいしておこうか。さて、霊夢はラナ・プラザ崩落事故について、一体どのくらい覚えている？事故が起きたのがバングラデシュの首都に近いところだった。っていうのは、首都ダッカから北西 20km ほど離れたシャバールという町だな。2013年4月24日午前8時45分、この町にある8階建ての商業ビル、ラナ・プラザ、が突如として崩落を始めた。ちょうど朝の通勤時帯とぶつかる時間帯だから、それで巻き込まれた人も多かったのよね。この崩落事故による死者数は1127人、負傷者は2500人以上、そしておよそ500人の行方不明者が出るという大惨事だったが、事故後の捜索活動は早々に打ち切られ、瓦礫の撤去作業に切り替わった。だが、撤去作業中に発見される救助者もおり、もう少し救助活動に時間を割いていたら、もっと多くの人が救えたんじゃないか、と批判されることになった。なんかもう、商用ビルが基準を無視して建てられたことや、亀裂が見つかったのに放置して仕事をさせていたことも合わせて、つくづくずさんだよね。本当にな。さて、事故後の調査によって、ラナ・プラザという商用施設がどれほど適当に建てられた建物だったかというのが浮き彫りにされていくことになる。例えば、そもそもビル全体が正規の許可手続きを経ておらず、特に5から8階にかけては違法な増築だったとかな。普通は建物を建てるときって、その構造が建物自身の重さに耐えられるのか、慎重に計算しないといけないはずなんだけど。この違法な増築による負荷は、間違いなく崩落事故に至る一因となった。しかし、その他にも事故に至る要因はあって、例えば事故前日の停電がそうだった。停電から復旧したタイミングで、発電機やそれに繋がっていた機械が一斉に動き出すんだよね。もともと違法な建築で建物全体に負荷がかかっていたところに、大きな振動が加わって限界を超えたってところだな。そして極めつけが、冒頭で触れたバングラデシュの労働問題だった。建物の崩壊それ自体は避けられなかったとしても、
それによって人的被害が膨れ上がったのは、この労働問題が原因だね。この事故の後、ビルの所有者や工場の経営者などはいずれも逮捕され、自らの怠惰の責任を取らされることになった。また、バングラデシュをはじめとした世界中の国々で、工場や施設の安全性の見直しや、労働環境の改善に取り組むことになった。でも、それは決して、ラナ・プラザの悲劇、だけが原因じゃなかったと。一つの大きなきっかけにはなったのは間違いない。しかし、その事故以前にも、何度も似たような悲劇を繰り返していた。にもかかわらず、全く何も反省していないじゃないか、この先も同じような悲劇を繰り返すのか、という人々の憤りが一番大きな理由だったんだと思うぜ。さて、それではここからは実際に、ラナ・プラザの前年に起きた二つの悲劇を見ていくことにしよう。まずは2012年9月11日、パキスタンのカラチで発生したアリ・エンタープライジズ社衣料品工場の火災事故だ。パキスタンって言うと、バングラデシュと同様に、南アジアにある国だな。ラナ・プラザの一軒があったバングラデシュとは、大国インドを挟んで真向かいにある。中国に次いで世界2位のアパレル輸出大国と呼ばれるバングラデシュほどではないが、このパキスタンも全輸出額の半分以上を繊維産業が占めている、立派なアパレル大国だ。ってことは、それだけ原料がよく取れるんだろうね。そうだな。そもそも歴史的に見ると、綿花の生産ってのは現在のパキスタンがあったインダス川流域で始まったものと考えられているしな。伝統的な産業なんだ。国民の多くが農業に従事していることもあり、パキスタンの経済と綿花は切っても切り離せない関係にある。その中でも、今回の事故があったカラチという都市は、パキスタン第二の都市、としても知られており、経済、金融の中心地なんだ。アパレル大国の大都市で起きた労働災害か。なんかいろいろ象徴的だね。死者255人、負傷者57人を出したというこの工場火災は、パキスタン史上最も深刻な産業火災となった。しかも悪いことに、この日にはパキスタン東部のパンジャーブ州ラホールにある靴製造工場でも火災があり、25人が命を落としている。同じタイミングで工場火災が2件も。当時のパキスタンの人々からすれば、まるで悪夢でも見ているかのようだったことだろう。特に、カラチの衣料品工場の火災については、例によって労働環境の劣悪さが被害を拡大させる要因になった。聞くのも憂鬱だけど、どういう労働環境だったの？まず、この衣料品工場は4階建てだったんだが、外部に通じる扉がたった1箇所しかなかったんだ。大きな建物の火災でよくあるボトルネックだね。少ない出口に逃げようとする人々が殺到して、出口から遠かった人が逃げ遅れて犠牲になるってやつ。そもそも、そういう災害時に被害が出るような作りの建物をルールで禁止しなさいよ、と思うんだけど。というよりも、非常口がすべて施錠されており、窓には鉄格子がはめられていたので、実質的な出口が一つしかなかったという状態だな。いやいや、非常口を施錠って、何のための非常口なのよ。それに、窓に鉄格子ってなんか異様じゃない。勤務時間中の従業員の抜け出しや商品の盗難を恐れて、工場主がそのようにしたらしい。それどころか出入り口も普段は封鎖しており、火災警報やスプリンクラーといった設備や、通風口すらなかったって話だ。お、終わってる。こんなこと言いたくないが、まるで地震や火事が起きた時に最大限の被害を出そうとしているのではないか、と疑ってしまうほど閉鎖的な状態だった。まあ窓の鉄格子については、3の部分が脆かったので、どうにかここを壊して外に逃げ出す人もいたそうだが。いや、窓から逃げるって言っても、4階建ての工場なんでしょ？そうだな、なので飛び降りることになる。それでも火や煙に巻かれるよりは、と飛び降りた従業員たちは、数十名が骨折などの負傷に見舞われることになった。素直に非常口を開放していれば、こんなことにはならなかっただろうに。余談だが、この工場で働いていた人々は、ほとんどが貧しい村の出身でな。工場労働で得られる給料は、国の定める最低賃金を当たり前のように下回っていた。これに不平を唱えた職員は、即座に解雇されていったという。盗難が怖いって言うけど、誰が一番卑しいのかよくわかるエピソードだね。工場主はもともと裕福な資産家だったが、工場火災の後に行方をくらませたそうだ。その後、殺人の容疑で捜査されたものの、起訴には至らなかった。こんなチンケな悪党のテンプレが出揃うことある。ただ、起訴に至らなかったのには理由がある。実は、もともとこの工場火災は失火、
つまり過失が原因の出火だと考えられていたが、後に、犯罪組織による放火だったんじゃないか、という可能性が出てきたんだ。なお、放火の実行犯とみられる男については、事故から4年後の2016年12月に、逃亡先のタイのバンコクで逮捕されたという。そうなると、話はちょっと変わってくるね。それでも、従業員を閉じ込めて働かせていた工場主の責任は変わらないだろうけど。まあそうだな。放火はもちろん罪だが、火災が起きた時に被害ができるだけ少なくなるように努めるのは、管理者の責務だ。それを怠ったことで200人以上の死者を出したとなれば、これは立派な人災だよ。だがその後、これほどの最悪の産業火災が起きて以降も、パキスタンでは似たような事故が後を絶たなかった。ラナープラザの動画でも触れたけど、どれだけ労働災害が起きて、その度に問題の構造を変えようと動いても、未だに搾取の構造が続いているのが現状なんだよね。安い労働力を先進国に提供することで成り立っている産業、というのもあるからな。余談だが、この衣料品工場の主な納入先であったドイツの衣料品会社は、犠牲者遺族に対して保証金を支払うことになったそうだ。さて、次に紹介するのは同じく2012年に起きたバングラデシュの縫製工場火災だ。まあたバングラデシュか。っていうか、つまりその火災があったにもかかわらず、1年後にラナープラザが起きてるのね。事故があったのは11月24日午後6時45分頃のことで、場所は首都ダッカの郊外にあるタズリーンファッション社の縫製工場だった。現場に駆けつけた消防隊は、そのあまりの火災の規模に衝撃を受け、すぐさま応援を呼んだという。どんだけ燃え盛ってたんだろう。この火災では労働者111人が命を落としており、翌年のラナープラザ崩落事故が起きるまではバングラデシュ史上最悪の惨事とされていた。なお、こちらも出火の原因は放火とみられていたが、どんだけ放火多いのよ。なんか適当な操作でお茶を濁しただけじゃなくて、いや、2日後の26日朝にも別の工場で火災が起きており、その翌日の27日には爆発事件も起きていたんだ。一連の事件には何らかの関連性がある、というのが当時の捜査当局の見方だった。世紀末すぎる。ただ、結局その後に配線トラブルが出火原因だった、と明らかになってな。いやいや、じゃあもう全部工場側の責任じゃん。しかも、この火災が起きたタイミングで警報が鳴ったにもかかわらず、工場の責任者が、これは火災訓練だ、と虚偽の発言をしてな。従業員を無理やり工場の中に留めておいたことが発覚するんだ。何してんの？え？何のための嘘なのそれ？当然ながら、これによって避難に致命的な遅れが発生し、逃げ場を失った職員が大勢いたという。また事故後には、建物の安全証明書が半年ほど前に期限切れになっていたことも明らかになった。どう見ても役満だね。一応、消火器などの防火システムなどは設備としては揃っていたというが、責任者が従業員を逃さなかったことが致命的だったな。結局、工場の責任者は逮捕、その後の裁判で有罪判決が下った。残党すぎる。と思ったけど、パキスタンやバングラデシュではこれが当たり前じゃないんだもんね。そうだな、こういった問題で工場の責任者がちゃんと逮捕されるのはかなり珍しいことだ。本当に想像もつかない世界だわ。こういった数々の悲劇から10年以上経過しているが、新興国における労働者の権利は、ほとんど改善されていないという。2019年には、バングラデシュで縫製用の最低賃金の引き上げを求めるストライキがあったが、警察は催涙弾や放水銃を持ち出してこれを鎮圧、抗議者側に死者が出るほどの事態になった。やりすぎでしょ。それどころか、このストライキに参加した労働者のうち1万人以上が職を失い、さらにはブラックリストに掲載されて再就職できない状態だ、という話もある。文句を言う奴は、臭いものに蓋、なんだろうね。バングラデシュの基幹産業のはずなんだが、そこで働く大勢の労働者は、未だに働きながら命の危険にさらされている。労働者の安全よりも、世界で最も安い労働力を提供することを優先している、なんて言われている始末だ。この人たちが普通に働いて、安心して生きていけるような日は、いつか来るんだろうか。マリサ、私のチーズアーモンド知らない？あ、あれ霊夢のだったのか食べちゃったぜ。ななんですって楽しみにしてたのに。
すまんすまん、また買ってくるから。ぐぬぬぬ絶対よまったく。チーズアーモンドをオーブンで軽く温めて食べると最高なのよ。この間キャンプ行った時炭火で焼いたら超美味しかったから今日やろうと思ってたのに。すまなかったって。では、お詫びにそんなチーズアーモンドや雪の宿でおなじみの三幸製菓について紹介させてもらうぜ。雪の宿も美味しいわよね。まあ、三幸製菓といえば老舗のお菓子メーカーだが、2022年に新潟県北部にある荒川工場で火災事故を起こしているんだ。え？お菓子じゃなくって工場を焼いちゃったの？ああ、これが笑い事じゃないんだ。社員6人が逃げ遅れて亡くなっているぜ。あちゃあ、そんなことがあっただなんて知らなかったわ。防火体制の不備が指摘されているし、従業員の告発によってあまりにずさんな状況だったことが明らかになっているんだ。え？火災で被害が大きくなっちゃうテンプレみたいなことが三幸製菓でも起こってたってこと？ああ、しかも何度も火災を起こしては消防署の指摘も受けていたって始末だ。残念すぎる。一体何があったのよ？では、詳しく解説していくとしよう。よろしくお願いするわ。さて、2022年2月11日深夜23時40分頃、新潟県にある三幸製菓荒川工場敷地内において建物火災が発生した。原因は何だったの？お菓子の生地を焼く釜の下や、焼き上がったお菓子を運ぶコンベアの脇に受け皿があり、そこにカスが溜まるそうだ。焼き釜の火でその上部の乾燥機が加熱され、そこに溜まったせんべいのカスが炭化して発火。天井の断熱材の発泡ウレタンに引火して燃え広がったとされているぜ。お菓子のカス？いやいや、そんなの定期的に掃除すればいいでしょうが。その通りだ。通常お菓子メーカーの工場では毎日掃除をするんだが、この工場では溜まったままってことが当たり前だったそうだ。そのせいで工場は全焼し、社員2人とパート清掃員4人の計6人が死亡してしまった。ひどすぎる。天井に吹きつけられた発泡ウレタンが炎症を拡大させる要因となり、夜間に発生した火災だったため、出火直後に停電が発生したこと。さらに有毒ガスを含んだ黒煙が多量に発生したことが、従業員の皆さんの避難を困難にさせてしまったんだ。夜中にいきなり火災が発生して、停電になって真っ暗、しかも有毒ガスの黒煙って、どんなに恐ろしかったことか。ああ、しかも、工場では避難訓練がまともに行われることもなかったため、防火シャッターや非常時の避難口が周知されていなかったことがなお一層避難を困難にさせたとも考えられているぜ。避難訓練って大事よね。特に工場とかさ、いろんな機械があったり結構複雑な作りになってるんじゃない？そうだな。だが、この工場では避難訓練は昼に行われることはあっても夜に働く人たちは経験さえなかったんだ。え？この火災が起きたの夜よね？っていうことは、掃除不足のせいで深夜に火災が発生して、停電で真っ暗な中、機械とかごちゃごちゃで迷路みたいなところを逃げなくちゃいけないのに、どこに避難すればよいかもわかんなかったってこと？ああ、それに加えて有毒ガスと黒煙が襲ってくる。天井の発泡ウレタンで火の回りもあっという間だ。恐ろしすぎでしょ。そして、鎮火後、防火シャッターが閉じた正面で入り口の前でパート清掃員4名が倒れているのが発見されたんだが、停電し、短時間のうちに立ち込めた煙にも視界を奪われ、すぐ脇にあった非常口に気づけなかったと見られているぜ。すぐ横に非常口あったの？それってほんと避難訓練さえしていれば助かったはずじゃないのよ。ああ、パート清掃員を対象にした夜間の避難訓練が一度でも行われていたらこの4名の命は助かった可能性が高いな。まったく会社は何やってたのよ。さらに、2月にこの火災が起きたわけだが、荒川工場を含む全3工場で火災後停止された生産も、再発防止策が済んだとして同じ年の6月以降に立て続けに再開されたんだ。が、これは出火原因すらわかっていない段階だったんだ。火災を招いた会社の根本的な体質は簡単に変えられるものではないし、時間が経てば記憶も風化する。こんな調子では、同じことがまた起きるのではないかと遺族の皆さんも不安視しているんだ。やばすぎでしょ三幸製菓、お菓子好きだったのに。今年に入って、新潟県警は三幸製菓の CEO ら4人を業務上過失致死傷容疑で新潟地検に書類送検しているぜ。業務上過失致死傷容疑か。新潟県警は火災発生から約2年間にわたって捜査し、三幸製菓の関係者だけでなく同僚他社にも話を聞く中で、組織の安全管理に重大な過失があると判断したってことだ。まあ、聞いてると確かに重大な過失よね。さて、そんな火災を引き起こしてしまった三幸製菓なんだが、実は荒川工場は2019年までに8回も火災が起きていて、まさに火災事故の常習犯でこの火災は起きるべくして起きた火災だと従業員が告発しているんだ。はい？8回も何やってんのよ。
それで犠牲者まで出しているんだから告発したくなる従業員も出てくるわけだ。どの火災もやっぱりさっき言ってたお菓子のカスが発火しちゃったの？従業員さんによると、他社は毎日掃除をするのに参考成果は溜まったままで、そのためカスが炭化し発火するそうだ。多分だけどさ、そんなに火災繰り返してたら当然消防署も黙っちゃいないわよね？その通りだぜ。2020年に消防署は立ち入り検査をし、消火器の設置場所不良、火災報知器の作動不良、避難誘導灯の作動不良などの不備を指摘していた。参考成果はそれに対して改修計画書を提出したが、そこに誘導灯に関する記載はなかったそうだ。ということは誘導灯は作動不良のままだったと？その可能性が高いな。むむむむ。せめて誘導灯だけでもあれば、ちゃんと消防署の言うこと聞いて改善してくれていたら、パート清掃員の皆さん助かったかもしれないのに。そうだな。証言によると、工場内は出荷用のコンテナが何百個も積み上げられて、製造ラインが迷路のように入り組んでいたそうだ。当然夜に火災となれば、誘導灯が作動しないと逃げ遅れる可能性はあったのは間違いないな。働く会社ってちゃんと選ばないと命に関わることもあるのね。参考成果の管理のずさんさについては、いろんな指摘や証言があるんだが、火事があっても、常に利益追求で工場の製造再開を優先させていたって話もあるんだ。え？火事起こして人が亡くなってんのに大事なのは工場の製造再開なの？2019年に新崎工場で消防車16台が出動する火災が発生したんだが、その際、工場復旧のための修理業者に、警察や消防の立ち入り前に5日間で生産を再開させたいと伝え、昼夜問わず損傷した設備を修繕させていたそうだ。その作業は警察や消防の立ち入り時にも行わせて、業者にはテストをしているだけと言い訳させていたって証言があるんだ。はい。火災の原因も対策や教訓もそっちのけかよ、もう怒りしかないわ。5日間で再開って、そんな短期間でちゃちゃっと直して製造再開する気だったとは、呆れて物も言えない。ちなみに、このことについて参考成果に聞いたところ次のように回答したそうだ。お亡くなりになった深夜清掃作業員の4名の方については避難訓練を実施できていませんでした。火災報知器などの設備の稼働状況に関しては、火災により設備が消失しているところではありますが、現在調査中です。新崎工場の火災後、修理業者に安全確認復旧に向けての作業工程の協議をする中で、目標日時として5日と伝えた事実はあります。とな。さらに言い分は続くんだが、新崎工場敷地内にて焼き味付け工程の味付け乾燥機設備内のせんべいくず焼損のインシデントがこれまで複数回発生しており、その度に消防当局の指導のもと、工程の安全性の向上に努めてまいりました。それにもかかわらず、今回の事象が発生したことを大変重く受け止めております。今後、専門家を交えて改めて厳しい検証を行い、本件の原因究明と再発防止策の策定及び執行に向けて取り組んでまいります。以上が CEO の言い分だな。なんだろうな、安全性の向上に努めたって言うけどさ、じゃあなんでこんな悲惨なことが起きてんのよ。もっともない件だな。会社が設置した専門家などで作られる事故調査委員会は報告書を公表しているんだが、そこでは結論防火安全の体制づくりが積極的に行われていなかったと指摘しているぜ。そりゃあそうでしょうよ。その報告書によると、従業員への聞き取りなどで3つの会社の過ちがあったと結論付けているぜ。ほうほう。まず1つ目が、火災が起きた際、玄関の防火シャッターが降りるため、近くの迂回用の扉から出て避難しなければならないことが十分に周知されていなかった。そのシャッターの前で亡くなっていたんだもんね。ああ、しかもこの防火シャッターが閉まる通常の入り口と非常口はわずか 1.5 メートルほどの距離で、その非常口を知っていたらすぐにたどり着ける場所にあったんだ。なんですってなんでちゃんと教えてあげなかったのよ。それについては、正規社員と非正規社員の安全格差の存在が指摘されているな。非正規社員のパートさんには避難訓練も行われていなかったんだもんね。それってさ、法律とかで決められたりしていないのかな？その点は気になって調べてみたんだが、消防法では工場や企業は最低年1回の避難訓練をするよう規定はしているんだ。労働安全衛生法も労働者への安全教育を義務付けている。ただな、いずれも訓練や教育の具体的方法は企業の判断に委ねていて、パートなど非正規雇用の社員を対象外にしても明確な法律違反にならないそうなんだ。じゃあ、法律違反ってわけじゃないんだ。なんか納得いかない気もするな。こういう事故が起きれば誰もが疑問に思うのかもしれないな。まあ、推測するに、会社としては非正規社員を避難訓練に参加させるにしても時給が発生するだろ。それなら訓練を行わず働いてもらった方が良いという安易な考え方になるんじゃないかな。また利益優先か。
ちなみに、厚生労働省が行った1300社を対象にしたアンケートでは、約2割の企業が非正規社員に火災時の避難マニュアルを知らせていないと答えているんだ。え、ってことは、1300社のうち2割だから260社かな。日本全国合わせたらとんでもないことになってんじゃないの？まあ、日本の企業数は368万社ってことだから、単純計算になるが73万、6千もの企業が同じような状況ってことになるな。怖いわね。見てくれてるみんなも非正規でも正規でも普段働いている場所の避難経路は確認しておいてね。大事なことだな。そして、二つ目の過ちは、火災報知機がたびたび誤作動を起こしていたことから、警報音を聞いて避難する人がほとんどいなかったってことだぜ。これもまたありがちすぎる過ちね。誤作動を頻繁に繰り返してんならさっさと直しなさいよ。消防署の指摘もあったんだから、まったくもう。まあ、その通りだな。ちなみに、愛知県蒲郡市の福祉施設では、火災報知機の故障を放置したとして、施設を運営する会社の男性代表を消防法違反の罪で略式起訴したってケースもあるんだ。この施設では火災報知機の故障を消防署に指摘されたのに放置し続けて、結果男性が亡くなる火災事故を起こしてしまった。誤作動を起こしたり故障しているなら早めに直さないといけないってことね。火災報知機を直していたら、その福祉施設も三幸製菓の工場も尊い命が失われずに済んだかもしれないもんね。その通りだな。そして、最後の過ちが、消防設備の不備のうち、費用などの理由ですぐに回収できないものの多くが、そのまま放置されていたってことだ。火災報知機以外もか。避難誘導灯の作動不良も指摘されてたって話だったもんね。今はさすがに改善してんのかな？避難経路を明確に示したり、誘導灯を増設したりするなど再発防止策は行っているようだな。非常口には停電しても避難経路がわかるよう蓄光テープを貼り付けていたりもしているそうだ。人が亡くなる前にしてほしかった。ほんとそうだよな。特に遺族の方からすると悔しい限りだろうな。お悔やみ申し上げます。では、ここからはこの火災事故の影響とその後について話していくぜ。ほうほう。この火災事故は全国1位の出荷額を誇る米どころ新潟にも打撃を与えたんだ。県内の多くの企業が増産に動き出すなど、米菓業界全体に大きな衝撃を与えたぜ。そっか、新潟県って言えばお米だもんね。お米使ったお菓子の売り上げもでかいだろうしね。お米作ってる農家さんもダメージ受けちゃうじゃない。ああ、業界として増産して回復させようとか、他の工場の安全性の確認などにも県全体として動いたそうだ。この火災事故を受けて、新潟労働局は県内すべての米菓企業17社に抜き打ちの調査を行ったんだが、全体の7割近い25社もの工場で労働安全衛生法違反が確認されたって話だぜ。マジか。例えば、機械に危険防止のためのカバーをつけていない乾燥設備に安全管理の担当者が配置されていない。避難経路に荷物が積まれていて、十分な経路が確保されていないなどの問題が指摘されたそうだ。どれも今回の火災事故を考えるとヤバそうなものばかりね。今はもう大丈夫なの？ああ、労働局によると各企業に指導を行い、現在はほとんど改善されているってことだぜ。それに、消防や労働局から指導を受けることはなくとも、自主的に工場の安全性を検証した企業もあるそうだ。よかった。おせんべいとかお菓子食べられなくなったらショックだし。新潟県のある米菓企業では、三幸製菓の火災をきっかけに夜間の避難訓練を実施して、真っ暗な中でも安全に避難するための対策を考える機会になったと言われているんだ。工場内の各部署に懐中電灯を設置したり、蓄光板で避難経路を表示したりもしたそうだ。うんうん。他人事だと考えず取り組んでくれているのね。その企業の役員さんは、他社のことではあるが、火災が起きて改めて従業員の安全が一番だということを思い知らされたと語っているんだ。従業員の安全が一番に来ないと、美味しく安心して食べてもらえる商品を提供できない。従業員の安全と健康を重視した経営に取り組んでいくとともに、新潟県の米菓全体がより発展していくように寄与していきたいとな。三幸製菓って言えば有名だし、新潟県としても業界としても大手の企業がこんだけやらかしたら大変だもんね。先ほども言ったように、荒川工場では、せんべいのカスが発火するなどした火災が8回も繰り返されていた。そうしたぼやを起こしていながら、今回の火災が起きることを予測できなかったのか？事前に対策を実施していたら、このような結果にはならなかったのか？今更ながらしっかり考え対策をしてもらいたいものだな。美味しいせんべいもだけど、何より働く人たちの安全は大前提として守ってもらいたいわね。ちなみになんだが、この火災事故が起きた際にネット上ではある問題が話題になったんだ。ある話題？火事で犠牲になって亡くなった方は60代から70代だった。
その年齢になっても、夜に働かなければならない日本の現実が恐ろしすぎるってな。これはまさに政治の貧困が招いた社会保障の貧困だとな。言われれば確かに私はその年になったら悠々自適に孫の面倒でも見ていたいわ。今回は2015年に起きた天津新海新区倉庫爆発事故を紹介するぜ。結構最近の事故だね。天津って言うと、現場は中国かな。その通り、天津市は中国における国家中心都市の一つだな。中国の全都市の中でも5本の指に入る GDP を叩き出しており、中でも新海新区は中国のマンハッタン、とさえ呼ばれる超高層ビル群が立ち並ぶ、中国有数の大都市なんだぜ。でも、そんな大きな都市で爆発事故なんて起きてしまったら、被害も馬鹿にならないんじゃないの。察しがいいな。当局が情報統制をしているので正確な被害者数は分かっていないが、ネットでは少なくとも1000人以上はくだらないのでは、という声も散見されるほどの大事故だ。1000人以上。一体何をどうやったらそんなに大勢が巻き込まれるのよ。そこら辺も含めてじっくり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。じゃあまずは事故の経緯から解説していこう。2015年8月12日、現地時間で23時頃のことだった。中国は天津市、新海新区の天津港の埠頭近くにある化学薬品倉庫で、突如として火災が発生したぜ。出火の原因は何だったの？ニトロセルロース、と呼ばれる火薬や塗料、接着剤などに使われる原料が自然発火したんだよ。自然発火するようなものを倉庫の中に平気で保管してたの。乾燥した状態のニトロセルロースは、強い衝撃や熱を加えられることで発火あるいは爆発の危険性がある。だが、水分をしっかり含ませた状態で保管されていれば、本来はそうホイホイと自然発火するようなものではないんだよ。そうだったのね。じゃあ本当なら湿った状態で保管してあるはずのニトロセルロースがなぜか乾燥しちゃってて、それで発火しちゃったってこと？そういうことになるな。そして、ここから上がった炎が、コンテナ内にあった他の危険化学薬品に燃え移った。ひぃ。そして、出火からおよそ30分後の23時30分頃、約2分間の間隔で、合計4回の激しい爆発が起きたんだ。激しい爆発って、具体的にはどれくらい？2から3キロ離れた建物の壁や窓ガラスが吹っ飛ぶくらいだな。ソニックブーム級？現場では火柱とキノコ雲が上がり、爆発を目撃していた住人によれば、まるで昼間のように明るかった、とのことだ。また、現場の地形がクレーター状に変形していることが、消火後に上空から撮影された写真によって判明しているぜ。地形が凹むレベルの大爆発って？爆発の規模や被害も気になるけど、そもそも一体何に引火したらそんなことが起きるのよ。ひとまず被害の規模について先に話しておこうか。事故から1週間と少し経った時点で、天津市政府は事故の被害について、死者114人、行方不明者69人、と発表した。うわぁ。やっぱりめちゃくちゃ被害出ちゃってるじゃない。だが、この数字に多くの中国人たちは首をかしげたぜ。え、なんで？どう考えても被害が少なすぎるんだよ。実は、事故が起きて間もなく、地元メディアの取材クルーやジャーナリストの人たちが現場に観光して撮影を行ったんだが、もう、勇敢というか無謀というか、当然ながら、事故現場は大変危険な状態だった。数千トン単位の化学薬品が爆発によって混ざり合い、ガスマスクなどの厳重な防毒装備がなければ立ち入ることさえできなかった。サッカースタジアムの半分ほどの面積もある毒ガスの池までできていたって話だぜ。毒ガスの池？単なる爆発火災だけじゃなく毒ガスにも対処しなきゃいけないってことか。当然のように、そこら中に無数の遺体が転がっていた。中には爆発そのものではなく、毒ガスによって亡くなった人もいたかもしれないな。だが、そんな決死の取材によって入手した取材ビデオや情報は、ついぞ公開することはできなかったんだ。なんで？せっかく命がけで入手したってのに。政府による検閲だよ。本来、中国では憲法によって言論、出版の自由が保障されているはずだ。でもこの事件において、政府は私たちの決めた内容でなければ放送してはならない、という規制を行ったんだよ。たまに思うんだけど、もしかして日本語の自由、と中国語の自由、って意味が違うのかしら。逆らえば何が待っているか、簡単に想像できちゃうよな。結果として彼らは、
政府の決めた内容のみを報道するか、もしくは何も報道しないか、の二択を迫られてしまうんだ。それってさ、結局市民には何も伝えないのと一緒じゃないかって思うのよね。他にも正しくない情報を流したという理由で数十ものウェブサイトが閉鎖、数百の SNS アカウントが凍結された。拘留されたネットユーザーまで出てしまったんだよ。本当に正しくない情報ならまだしも、自分たちの決めたでっち上げのストーリーにそぐわないって意味でしょ。それで拘束されるなんてありえないわよ。そこまではわからないだろ。それに、こういうやり方が良いか悪いかは一概には判断できないぜ。余計な情報を市民に与えないことで無用な混乱を防いだ、という見方もできるからな。そりゃそうだけど、でも納得できないわ。あれ、でもちょっと気になることがあるんだけど。お、どうしたんだ霊夢。さっき記者が現場に行ったら、無数の遺体があったって言ってたわよね。でも政府発表では亡くなったのは114人でしょ。なんかちょっと話がおかしくない。そもそも中国の中でも有数の大都市で、倉庫の周辺2キロの建物が吹っ飛んで地形が変わるレベルの大爆発があったのに、114人しか亡くなってないって。ちょっと少なすぎるような。当時多くの中国人たちが疑問に思ったのもそこなんだよ。しかも政府は情報の統制まで行おうとしてる。数字をごまかそうとしてるんじゃないかと思ってしまうのが自然だよな。このチャンネルで取り扱ってきた過去の中国の大事故でも、当局が被害者数を少なく見積もってさっさと事故処理を終わらせようとするって流れはお決まりだったからな。お偉いさんにとっては紙の上の数字が一つ変わるだけかもしれないけどさ。一応念のため言っておくと、先ほどの死者数114人というのは事故から1週間と少し経った時点での情報だ。最終的な被害者の計上は、死者165人、負傷者798人でうち重傷者が58人、行方不明者が8人だな。頭がおかしくなりそうな数字だけど。でも、ネットではそれでもまだ少なすぎるんじゃないか、って疑われてるんだよね。そういうことだ。その他の被害で言うと、建物300棟以上、販売用の自動車が1万2000台以上、コンテナが7500個以上が損失を受けた。2015年12月時点で、直接的な経済損失額は約68億元。日本円にして約1000億円を超えるほどになったそうだぜ。うわぁ。聞いているだけで胃が痛くなってくる金額ね。まだまだこれだけじゃないぞ。爆発で飛散した危険化合物のうち、特に問題だったのが、シアン化ナトリウム、と呼ばれるものだった。これは水や酸と反応することで猛毒のガスや液体を生み出してしまうというとんでもない代物なんだが。ペロ。これは青酸カリ。でおなじみのシアン化化合物だね。事故現場となった場所には、このシアン化ナトリウムがなんと700トンも保管されていたんだ。そもそも、そんな危険なものをそんなに大量に保管しても大丈夫なの。いや、倉庫の保管許容量は24トンだな。700トンってことはだいたい30倍くらいなので、ぶっちぎりでアウトだぜ。30倍って、ルール違反するにしても限度があるでしょうに。他にも、硝酸アンモニウムや硝酸ナトリウムといった危険物が合計で3000トン以上だ。それが一斉に漏れ出して、人体や環境に影響ないわけないよな。なるほど。さて、爆発火災によって流出したシアン化ナトリウムのうち、一部は大気に乗ってそのまま拡散して周辺に被害を及ぼした。しかも、天津市の隣には首都の北京市、北海を挟んで東には朝鮮半島だ。どっちに飛んでも大被害確定じゃん。その結果、事故現場近くの川の水面が魚の大量の死体によって埋め尽くされたり、皮膚のかゆみなどの刺激を訴える人が続出したりしたんだ。ところが中国政府のスタンスは一貫して爆発とは関連性がない、というものだった。むしろ、そういう爆発の二次被害を訴える情報を発信したコメントが当局に摘発される始末だ。いやなんかもう逆に驚かなくなってきたわ。むしろ予想通りよ。土壌汚染への懸念も深刻で、天津市からの一次産業品に関する入荷、輸入制限を検討する地域も多くあったぜ。他にも、付近の地下鉄が爆発の影響で深刻なダメージを受けて全線運行停止になったり、海外資本の生産拠点が業務の一時停止に追い込まれたり。爆発の規模がでかすぎるってのもあるんだろうけど、やっぱ都心だけあって一つの事故から生まれる影響の幅広さが半端ないわね。さて、ここからは事故の原因について焦点を当てて話を進めていくぜ。直接の出火の原因はニトロセルロースっていう危険物が自然発火してしまったことだ。
って言っていたよね。本来なら水を含ませた状態で自然発火を防ぐんだけど、それがなぜか乾燥してしまったって。その通りだ。でも実は、大爆発が起きたのはニトロセルロースの出火が直接の原因じゃないんだよ。え、どういうこと？霊夢は炭化カルシウムって聞いたことあるか。逆に質問するけど、聞いたことあると思う。だよな。聞いた私が間違ってたぜ。その反応はそれはそれで傷つく。倉庫内には、この炭化カルシウムも多く保管されていたんだ。これは、水に触れると反応してアセチレンガス、という可燃性の有毒ガスを発生させるんだよ。有毒ガス。それは結構まずくない。まあ、この炭化カルシウムに限った話じゃなくって、水と反応して気体を発生させる取扱い注意の危険物って結構多いんだよ。なるほど、そうなのね。で、そんなことを知らない消防士たちが現場に駆けつけて、保管されている危険物に思いっきり水をぶっかけたんだ。いや、何してんの？水と反応したことで大量の可燃性ガスが発生して、これにニトロセルロースの炎が引火して爆発って流れだな。なので、爆発による死者の多くは現場に駆けつけた消防隊員や警察官だったんだ。ひえええ。補足しておくが、こういった火が上がっても絶対に水をかけてはいけない危険物があるってのは、本来ならば基礎中の基礎の知識だ。普通は専用の消火剤を使ったりするんだよ。日常生活の範囲でも、揚げ物なんかをしている最中に油に引火して火が上がったら、絶対に水をかけちゃダメっていうもんね。一瞬で水が蒸発して、その勢いで火のついた油がさらに四方八方に飛び散るから、絶対に消火器を使えって。他にも、有名な話で言うと、マグネシウムは水に触れると逆に発熱、発火する、とかな。台風で浸水したコンテナ内のマグネシウムから出火して、火災に発展した事故だってあるぜ。じゃあ流れをまとめると、まず自然発火したニトロセルロースが倉庫の保管許容量の30倍もあった危険物に引火。危険物の中には水をかけてはいけないものがあるってのが当たり前なんだけど、それを知らなかった情報不足の消防隊員が水をぶっかけたことで、大量の可燃性毒ガスが発生した。ニトロセルロースの炎に引火して数度の大爆発、地形が変わるレベルの衝撃で多数の死傷者を出し、さらに危険なガスを広範囲に撒き散らせたってわけだ。人災人災だ。さて、最後に今回の事故によって浮き彫りにされた中国の問題点について、少し紹介しておこうか。これはもう完全に予想なんだけど、そもそも保管許容量の30倍近くの危険物を平気で倉庫に入れておくようなずさんさだったわけじゃない。そうなると、ニトロセルロースの管理の方も適当だったんじゃないのって思っちゃうわ。妥当な懸念だと思うぜ。それで言うと、こんな大都市に危険な化学薬品の倉庫が平気で置かれている時点でおかしいんだけどな。あ、確かに。そもそも規則として、化学薬品倉庫の周辺には居住区やインフラ施設があってはいけません、っていうルールがあるんだが、今回の事故現場で言うと、高速道路や高級マンションが平気で県内に入っている。いやいやいや。さっきからルール違反のオンパレード過ぎて感覚麻痺しそう。ただ、ここで一つの疑問が浮かぶんだ。一つの疑問。今回の事故は霊夢の言ったように、ルール違反や初歩的なミスが積み重なって起きてしまった人災事故だ。しかも、その要素の一つ一つを取ってみても、普通は起こり得ないようなありえないミスやルール違反ばかりだろ。うん。保管許容量の30倍の危険物に、水をかけてはいけない危険物の存在を知らない消防隊員、居住区近くに平気で建てられる危険物保管庫。しかも、別にそれぞれ隠蔽されていたとかじゃないんだよな。とんでもない量の危険物が一箇所に保管されていることや、危険薬物を保管する倉庫が生活圏のすぐ近くにあることなんて、誰か気づきそうなもんじゃないか。言われてみると確かにそうね。倉庫の管理状況は問題だったけど、政治なり自治体なり、それを管理、指導する役目のある人たちって絶対いるもんね。その人たちは一体何をしてたのかしら。よくこういった事件や事故が起きた時に、その原因となったルール違反について知らなかった、見過ごしていた、という言い訳が使われるが、今回の事故に限っては、そんなはずないんだよな。こんだけでかくて堂々としたルール違反、管理者なり経営者なりの目に入っていない方が不自然なんだ。つまりどういうこと？ルールを知らなかったんじゃなくて、知っているけどわざと破った。見過ごしていたんじゃなくって、見て見ぬふりをしたんじゃないかってことだよ。なるほど。
政治的配慮があったのか、何かしら大きい利権が絡んだのか。だが結局、今回の爆発事故発生に関して刑事責任を問われたのは、倉庫を所有していた国内企業だけだった。また、起訴された二十数名の役員らが裁判によって課された刑罰の重さも、奪ってしまった命の多さや経済的損失を考えると、果たして十分と言えるかどうか怪しいものだったんだ。消化不良だな。そして、行政による管理指導の必要性だって絶対にあったはずなのに、そちらはお咎めなし。だから、中国の人たちは怒ってるんだよ。罰されるべき人間たちが正しく罰されていない？ってな。確かにそれは怒りもするわよね。私たちにできるのは、腐敗やずさんさによって尊い命が失われるような事故が、少しでも減ってくれるようにと祈ることくらいだぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回は、ボパール化学工場事故、について解説していくぜ。化学工場の事故、なんだか大変な事故の予感がするわね。この事故は、世界最悪の産業災害、とも言われていて、被害の大きさや毒性の強さは、歴史上最強クラスと言っても過言ではないな。それは気になるわね。事故の経緯から被害状況、呆れてしまうほどひどい事故の原因や、現在の状況までじっくり解説していくからよく聞いてくれよ。よろしく頼むわ。事故が起きたのは、1984年12月2日から3日の夜にかけてだ。インドのボパールにある化学工場で、大規模なガス漏れが発生したぜ。インドのボパールって、あんまり聞いたことがないんだけど一体どんなところなの？インド中部にある都市だな。人口が200万人以上で、インドの中でも人口が多い都市だぜ。え？そんなに人がたくさんいる街でガス漏れしちゃったの？そのボパールの化学工場から漏れたガスって一体何だったの？イソシアン酸メチル、という薬品だよ。実は、これがかなり厄介なものなんだ。取り扱いがものすごく難しく、この事故が起きた後に調査した科学者は、この工場の中にあるのは爆発寸前の原子爆弾だ、とコメントするほど、危険な薬品なんだよ。爆発寸前の原子爆弾って、一体なんでボパール工場は、そんな危険な薬品を使っていたの？このイソシアン酸メチルは、農薬の原料だったんだよ。実は当時のインドを支えていたのは農業だった。特に米と小麦の生産量は世界トップの中国に次ぐ第2位。そんなインドの農業には、倒さないといけない敵がいたんだよ。敵？大量の害虫だ。せっかく作った米や小麦を、虫にやられたらどうしようもない。だから害虫を効率よく退治するために、ボパール化学工場ではイソシアン酸メチルを原料にした農薬を作っていたんだな。国を支えていた農業を守るための農薬が、事故の原因になってしまったのね。でも、そもそもそんなヤバい薬品がどうして漏れ出したりしちゃったの？イソシアン酸メチルの入った貯蔵タンクの工事のミスで、水がこのタンクに入ってしまったんだ。イソシアン酸メチルと水が混ざると化学反応が起きて、熱が発生する。この熱がタンク内の温度と圧力を上昇させてしまったんだよ。本来なら警報装置が作動するはずだったけど、嫌な予感がするわね。警報装置はなぜか作動しなかったんだ。さらに現場のオペレーターも、計器類が異常を示していたけど見過ごしてしまったぜ。ええ、肝心な時に全然役に立ってないじゃない。圧力が上昇しすぎて安全装置が壊れて、イソシアン酸メチルが少しずつ漏れ出してしまった。ここでオペレーターたちが、匂いや目の刺激で異常に気づき、現場の監督に報告したぜ。よかった、ちゃんと現場監督に報告できたのね。これなら一安心よ。ところがそうはいかなかったんだよ。実はイソシアン酸メチルの漏洩は、月に一度は当たり前にあって、珍しいものではなかったんだ。だから、お茶の休憩をしてからのんびり対処しようと、後回しにしてしまったんだ。なんてのんきな。のんびり休憩している間にも、イソシアン酸メチルはどんどん漏れて充満していく。そしてとうとうタンクを覆っているコンクリートカバーに亀裂が入って、工場の外に大量に漏れ出す大惨事になってしまったんだ。最悪すぎるわよ。大量って一体どれくらいの量が漏れ出してしまったの？約55トンだと言われているぜ。このイソシアン酸メチルは、風に乗って街にまで届き、地上を覆ってしまうほどの量だったんだ。55トンって、数字が大きすぎて想像がつかないわね。それだけの量が漏れたとなると、被害もかなり大きくなりそうよね。ボパール化学工場事故の被害は、
政府の陳述書や州政府のレポートなど、いろんな形で報告されているぜ。その中でも、州政府の最新レポートによると、3787名の死者が出ている。たった一晩の事故で、そんなに多くの人が亡くなったのね。さらに政府の陳述書によると、事故で負傷した人の数は、最終的には55万8125人になったと言われているぜ。このうち、3万8478名は一時的な負傷だったけど、約3900名には日常生活に支障をきたす後遺症が残ってしまった。55万人も負傷したの。とんでもない数になってるじゃない。そうだ。このうち、ボパール工場周辺に住んでいたある女性の話が壮絶すぎるから、ぜひ聞いてくれ。どんな話なの？この女性は、事故が起きた夜に、夫と息子3人を一度に亡くしてしまったんだ。家族の中で一人だけ生き残った娘も有毒ガスを吸い込んだせいで全身に麻痺が残り、何年もリハビリしてようやく回復できたぜ。なんてこと？一晩で家族を3人も失うなんて、辛すぎるじゃない。その娘は元気になったおかげで、3人の子宝を授かったのだけど。けど、何があったの？長男は十分に体が育たず、18歳になったのに身長が120センチもない。次男は生後5ヶ月も経たないうちに亡くなってしまった。さらに、長女は口唇口蓋裂という唇が特殊な状態で生まれてしまい、3回も大手術を受ける羽目になったよ。何それ？娘だけじゃなく、孫まで苦しめるなんて。この長女は、自分が病気で苦しんだことから、将来の夢は医師だと語っているぜ。医者になって人の役に立ちたいってこと？泣けるわね。この衝撃的な女性の家族以外にも、事故後に生まれた子供がすぐに亡くなり、正常に成長できずに健康障害の残った家庭が本当に多かったんだ。それって、やっぱり毒ガスの影響なの？もちろん。例えば、イソシアン酸メチルを含む有毒ガスを吸い込んだ工場周辺の男の子は、他の地域の子と比べて身長が平均して 3.9 センチも低かったんだ。これは、アメリカの医学論文が報告した事実だぜ。平均 3.9 センチも低いって結構大きな影響が出ちゃってるじゃない。被害を生んだのは、毒ガスだけじゃないぜ。化学工場から垂れ流された有毒物質のせいで、飲料水も汚染されたんだ。その証拠に、工場周辺に住んでいる育児中の女性の母乳を調べてみると、異常な量の水銀が含まれていることが分かったぜ。水銀って、体温計に入っている銀色のあれよね。あれが母乳に含まれてるってかなりまずいんじゃないの？その通り。水銀は、イソシアン酸メチルと同じく有毒な物質で、胎児が正常に育たなくなってしまうんだよ。有毒ガスと水質汚染で、空気と水をボロボロにされたら、体もダメになってしまうわよね。人間以外にも、3000頭の牛が死に、周辺の草木が40平方キロメートル分も枯れたと報告しているレポートもあるぜ。それなのにインド政府は、健康被害と事故の関連を認めていないんだ。あ、あんまりだわ。じゃあここからは事故の原因について解説していこう。ボパール化学工場事故の原因は、大きく分けて2つあるぜ。まず1つ目は、農薬にイソシアン酸メチルという、取り扱いのとんでもなく難しい物質が使われていたこと、だ。マリサの話を聞いてると、めちゃくちゃ危険な物質だったのよね。だったらなんか別の薬品で代用できなかったのかしら？もしかしたらあったかもしれないけど、インドには早急に解決しないといけない問題があったんだ。早急に解決しないといけない問題。先ほど説明したように、インドは農業で成立していた国だったから、害虫から作物を守る方法にいつも悩まされていたぜ。そんな中に生まれたのが殺虫剤だ。ただこの殺虫剤は、害虫よりも人が亡くなる方が多かったんだよ。え、なんでそんなことになったの？これにはインドの言語の問題が大きく影響しているんだ。霊夢はインドではどんな言語が使われているか知ってるか？え、確かヒンディー語と英語じゃなかったっけ？公用語として決められているのはその2つだな。でも実はインドでは方言も含めると約600以上の言語が使われているんだよ。州レベルの公用語として決められている言語だけでも21あるぜ。そんなにいろんな言葉を使ってるの？まあ、何せインドは面積も広いからな。一つの国ではあるが、言語がバラバラになってしまうのも仕方がない部分があるんだよ。なるほどね。でも、それと殺虫剤の話と一体何の関係があるの？殺虫剤は使い方を間違えると大変なことになる。だから必ず注意書きがラベルに書かれているぜ。
ところが農業をしている人たちの多くがこの文字を読めないんだよ。600以上の言葉が使われているんだから、そりゃそうだよな。なるほど。いくらなんでも注意書きを600種類も書くわけにはいかないもんね。だから使い方を間違えて病気になったり、ひどい時には亡くなったりしていたんだ。この問題を解決するために手を挙げたのが、ユニオンカーバイドインディア社だぜ。ユニオンカーバイドインディア社って、聞いたことがないんだけど。一体何の会社なの？これは、アメリカの大企業ユニオンカーバイド社のインド支部だ。ユニオンカーバイド社はグローバルに展開していた大企業で、日用品から工業用品の製造まで、幅広く行っていた会社なんだよ。大きな会社だったのね。そうだ。この企業は研究を重ねて、セグイン、という農薬を開発したぜ。これは害虫だけを除去して、人や動物には毒性がない素晴らしい農薬だったんだ。すごい発明じゃない。これでインドの殺虫剤の問題は解決ってことね。だけど、欠点が一つだけあったんだ。セグイン、はイソシアン酸メチルを使わないと作れないんだよ。イソシアン酸メチルの有毒性は散々説明したよな。なるほど。だからわざわざ危険なイソシアン酸メチルを使って殺虫剤を作ってたのね。そういうことだ。さらにユニオンカーバイドインディア社は、セグインの隠された危険性をインド政府や工場近くの住民には全く説明しなかったんだ。そんな危険な薬品を扱っていると分かったら、反対運動が起きていたかもしれないぜ。そりゃそうよ。そんな危険なものを使うなら、少なくとも人がたくさん住んでいるエリアに工場を作るべきじゃないわ。最初に言っておくべきことよね。そして、二つ目の原因は、セグインが思ったより売れずに業績悪化し、経営が合理化されたことで、安全性がめちゃくちゃに下がってしまったこと、だ。え、そうなの。でも、セグイン、ってすごく有効な上に安全な農薬だったんじゃないの。確かに良い農薬だったんだけど、実は、セグイン、とほぼ同じ時期に安くて質の良いライバル商品が登場してしまったんだ。タイミング悪いわね。それに、セグイン、が使いにくい気候条件が続いたことも重なって、思ったよりも売り上げが伸びなかったんだよ。ユニオンカーバイドインディア社は打開策を試したけど、どれもうまくいかなかった。工場の業績悪化をなんとかするために、経営の合理化が進められたぜ。そこまではよくわかったわ。でも経営の合理化と事故と何の関係があるの？考えてみてくれ霊夢。経営の合理化って、そもそもどうやってやるものだと思う？よくわからないかも。セグインの工場で行われたのは予算のカットだ。まず人件費を削るために多くの従業員が辞めさせられた。残った技術者の給料も下がってしまったぜ。そんな状況に我慢できない優秀な職人たちがいなくなってしまい、難しい作業を普通の従業員がやることになったんだ。それはさすがにまずいんじゃないの？ああ、この状況は例えるなら、原子力発電所で取り扱い注意の化学物質を、デスクワークの事務員さんが素手で触る、みたいなものだと思ってくれ。ありえないわね。考えただけでもゾッとするわ。だから、安全装置もまともに作動しなかったし、警報が鳴ってもお茶した後で対処すればいいじゃん、といったお気楽な現場になっていたんだ。マスクはつけない、安全マニュアルは守らない、安全装置も作動しないといったひどい状況だったんだよ。事故が起きたのも、当然って感じだったのね。また、1984年のこの事故が起きる前に小さな事故は6回もあったんだ。だけどこれも完全にスルーされてしまったぜ。とんでもない工場だったのね。でも、事故が起きた工場って今どうなってるの？まさかまた稼働してたりしないわよね。ボパール化学工場はすでに解体されていて、稼働は止まっているぜ。1999年までには、工場に残った汚染物質の除染は終わったと言われているんだが、なんだか嫌な予感がするわ。この除染作業は、インド政府が進めたわけじゃないから、何トンもの毒性廃棄物が残って放置されたままになっているぜ。ちゃんと処理してほしいわね。2004年には、数千トンの有害物質が垂れ流しにされていると報じられているな。この汚染のひどさは、10分以上事故現場に立っているだけで、意識を失うほどだと報告されているよ。何それ、全然処理されてないじゃない。この汚染物質は、何十年にもわたってゆっくりと周囲の街を汚染していき、住んでいる人の体に影響を与えると環境問題研究家も指摘しているぜ。住んでいた人たちからしたら、たまったものじゃないわよね。信じられないわ。もちろん地元の人たちも黙っちゃいなかったぜ。
損害賠償を求める訴訟があって、1989年2月にはインド最高裁判決が出ているんだ。損害賠償額は4億7000万ドルで、工場を運営していたユニオンカーバイド社と、インド政府との間で和解がされたぞ。よかったわ。お金で解決する問題じゃないけど、せめて賠償金くらいはきちんと受け取ってほしいわ。ところが政府が受け取った賠償金の一部しか、事故で亡くなった被害者の遺族に払われなかったんだよ。なので15年後の2004年4月にはインド最高裁が政府に対して、賠償金として受け取った残りの分を被害者と遺族に支払う命令が出されたぜ。ええー、インド政府もちゃんと保証してほしいわね。今回の事件は、経営悪化によって安全対策をサボったから起きたんだ。確かに経営や利益もとっても大切だけど、利益のために安全対策を怠ると最悪の場合人が死ぬことになる。どんな事情があってもそこだけは譲っちゃいけないんだよ。本当にそうね。それに、せめて被害を受けた人にはちゃんと保証をしてほしいわ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回はホークス、ネストトンネル災害について解説していくぞ。トンネル災害か。トンネルの事故ってどれだけ悲惨なことになっても逃げ場がなくなったりするし、本当に怖いのよね。確かにトンネル事故といえばそうだな。ただ今回の事故は他のトンネル事故とはちょっと経路が違うんだよ。え、そうなの、どういうこと？そこについても詳しく解説していくから心して聞いてくれよ。よろしく頼むわ。ホークス、ネストトンネル災害は1930年代アメリカのウェストバージニア州南部のトンネル工事において発生した、史上最悪の労働災害と言われているぜ。労働災害？具体的にはどういう被害が出ちゃったの？トンネルで作業をしていた工夫が推定476名が死亡してしまったんだ。ええー、何それ一体どうしてそんなことになったのよ。まあまずは事故の経緯について話していこう。ウェストバージニア州を流れるニュー川の下流にある工場への電力供給を増強するため、工場を所有していたユニオンカーバイド社はトンネル掘削を計画した。トンネルを掘って川の流路を変えたかったんだ。ほうほう。この工事を受け負ったのがラインハルト&デニー社だ。1927年初頭、この会社は川の流路にあった山の山腹を貫通する約 4.8km のトンネル工事を開始した。その中で工事に当たっていた工夫たちがシリカ鉱石を発見するんだ。シリカ鉱石？そう。シリカ鉱石とは石英を代表とする SiO2 で示される無水系産鉱物の総称だ。工夫たちはこのシリカ鉱石の採掘も命じられたぜ。なんかここまで話を聞いていると別におかしなことではないわよね。鉱石が出てきたんだから、それも一緒に採掘してねって言われるのは普通のことじゃない。確かに、これが普通の鉱石ならそうだな。ただシリカ鉱石には一つ問題があったんだ。問題？シリカ鉱石は採掘するときにシリカ、という物質を含む粉塵が出てしまう。これは人体にとって有害なんだよ。それはちょっと怖いわね。でもそういう作業をするときって、体に悪いものを吸わないようにマスクをしたりするわよね。その通りだ。普通ならこういった有害な物質にさらされる危険性がある作業をするときは防塵マスクや呼吸用保護具を使うのが大前提だ。ところが、今回それが支給されたのは現場監督だけ。実際に最前線で作業をする工夫たちには配られなかったんだよ。ええー、ひどすぎるわ。現場の最前線で作業するのは工夫さんたちなのに。そんなことしたら甲府さんたち体を壊しちゃうんじゃないの？ああ。高濃度のシリカ粉塵にさらされてしまった甲府たちの多くは、軽肺症を発症してしまったぜ。軽肺症？初めて聞いたけど、どういう病気なの？確かに滅多に効かない病気だよな。軽肺症とはシリカ粉塵の影響で肺の機能が低下してしまうことを言うんだ。これによって多くの甲府が命を落としてしまい、中には1年以内に亡くなってしまった人もいたんだよ。亡くなった人までいたのね。ということはシリカ粉塵ってかなり危険なものってこと？その通り。シリカ粉塵は濃度が低いものであっても10年から30年間ほど吸い続けると軽肺症を引き起こしてしまう。シリカ粉塵が舞うような環境での労働で発症する、いわゆる食用病ってやつなんだ。ちなみに軽肺症になると肺がこんな風になってしまうんだよ。ええー、何これすごいことになっちゃってるじゃない。通常軽肺症は10年以上かけて発症する慢性単純性軽肺が多い。しかしこの災害では短期間で高濃度のシリカ粉塵を吸い込んでしまったことで、
急性軽肺を発症してしまった人がたくさんいたんだ。それで1年以内に亡くなってしまう方も出たということね。ちなみに、軽肺症になるとどういう症状が出るの？症状は呼吸困難や疲労、食欲不振による体重減少、腰痛や爪のひび割れが起こることがあるな。肺がやられていつも息苦しい状態ってことかしら。そうだ。この先もかなり悲惨だぜ。呼吸不全が起きたり、肺が悪い人の特徴である肺精神が起きてしまう。酸素の循環がうまくいかない状態が続きチアノーゼを起こすこともあるみたいだな。ひえー。さらに軽肺から病気を引き起こすこともある。特に起こりやすいのが結核だぜ。そんなに起こりやすくなるの？ああ。軽肺症になることで結核の発症率が3倍にもなるんだよ。原因はよくわかっていないが、免疫を弱めてしまうのではと言われているな。ひえー。シリカ粉塵って本当に怖いのね。だな。この災害によって亡くなった人たちのために慰霊碑が作られているんだが、そこには死者109名と記されている。ただ、様々な症状かつ時間がかなり経ってから発症し亡くなった人も多いから、この数字は正確ではないんだ。アメリカ合衆国議会では、この災害による死者は476名であるとしているぜ。こうして様々な症状で時間が経ってから死者が出たことも関係して、慰霊碑には死者109名と記されているが、アメリカ合衆国議会では476名であるとしているぜ。もしかしてそれ以上の可能性もあるってこと？そうだな。文献によっては700とも1000とも、多いものでは3000名とも言われているんだ。長い時間をかけて体を蝕んでいく病気なんだもんね。だとしてもちょっと数字の幅が広すぎる気がするけど。ホークス、ネストトンネルで働いていた工夫の多くがアメリカ南部出身のアフリカ系アメリカ人だったんだよ。彼らの多くは軽肺症を患ってから出身地に帰ってしまったから、被害の全貌をきちんと把握することが難しかったんだ。なるほどね。さて、ここからは今回の事故の原因について解説していこう。原因って言っても、防塵マスクを工夫たちに渡さなかったのがいけなかったんでしょ。それが一番の原因だな。現場の安全を度外視して良い理由なんてないぜ。そうね。防塵マスクを用意するにはお金がかかるけど、人の安全や健康には変えられないもの。そこは大切にしてほしいところだわ。私もそう思うぜ。こういった有害な物質にさらされる作業には防塵マスクが必須なんだが、このホークス、ネストトンネル災害をきっかけに工夫たちがヒゲを蓄えるようになった。なんて話もあるんだ。ヒゲ?ヒゲで防げるものなの？いや、ほとんど防げないな。そんなことをするくらいならおとなしく防塵マスクをぴったりと身につけた方がマシだぜ。でも危険な場所での作業となると、できる限りなんかしたくなる気持ちもわかるわ。でもさすがにもう現代じゃ防塵マスクをケチるようなこともないだろうし、軽肺になってしまう人も減ったんじゃないの？確かに数字としては減っているな。でも発展途上国では現代でもまだまだ軽肺に悩まされている人たちはいるんだよ。今回の災害のように労働中にシリカ粉塵のせいで軽肺になってしまうことを食用性軽肺って呼ぶんだけど、中国では1991年から1995年までで毎年2万4000人以上が食用性軽肺で亡くなっているんだ。ひえー、100年近く前の災害の話だったから、現代ではほとんどないと思ってたわ。むしろ工業が機械化し削岩機や葉っぱによる採光を行うようになった結果、岩粉の大量発生による軽肺が多発したんだよ。機械化が進んだらむしろ増えちゃったのね。まあそれでも大幅に減少したのは間違いないぜ。米国疾病予防管理センターのデータによると、米国の軽肺による死亡は1968年から1999年の間に 84% 減少して、1999年の軽肺による死者は187名になったそうだ。おお、だいぶ減ったわね。ちなみに、軽肺になってしまったら一体どうすればよいの？なってしまったら治癒しないのが軽肺だ。急性の場合はステロイドを服用して炎症を抑えたり合併症の治療を行ったりすることで、進行を遅らせることができるぜ。一応全肺洗浄という方法もある。全肺洗浄？そう。全肺洗浄とはその名の通り、肺を20リットル以上の生理食塩水で片方ずつ洗うんだ。そんなことできるの？話を聞いてるだけで苦しくなりそうだけど。症状がマシになる例がかなり多いな。確かにこの画像を見る限りかなり有効みたいね。まあとにかくシリカ粉塵っていうのはものすごく危険性の高い物質ってことだ。そこが分かってもらえれば十分だぜ。それにしても、
シリカ粉塵を吸わないようにするためには防塵マスクをするしかないってことなのよね。ああ、そうだ。それが一番有力な手段だな。ならお手頃でよかったわ。今のご時世ちょっと薬局に行けば山のように売られているもの。ところがどっこい、そこら辺で売っている一般的なマスクでは不十分なんだよ。シリカ粉塵の舞う作業現場では、国家検定に合格した防塵マスクの使用が不可欠と言われているぜ。国家検定まであるの？厚生労働省が防塵マスクの規格を定めているんだよ。これに基づいているかどうか検査して資格を渡すに値するかチェックするんだ。なるほど、じゃあとりあえずその規格をクリアしているマスクを選べばよいのね。そんなに単純な話じゃないぜ。防塵マスクはその種類や性能によって細かく分類されているんだ。例えば DS3 のようにだな。それだけ聞いてもさっぱり意味がわからないわ。あ、3は性能のレベルじゃないかしら。おう、正解だ。区分が1、2、3とあって、1が 80.0% 以上、2が 95.0% 以上、3が 99.9% 以上の有志補修効率があることを意味するぞ。でも、あとはどういう意味なのかしら。まず D は使い捨て式の防塵マスクを意味する。対して取り替え式は R と示されるんだ。使い捨てを意味するディスポーザブル、取り替え可能を意味するリプレイサブルの頭文字だな。ほうほう。じゃあ、S は、S は固体粒子を補修対象としていることを意味するぜ。液体の場合は L。それぞれ固体を意味するソリッド、液体を意味するリキッドの頭文字だ。そうなんだ。じゃあさっきの DS3 は固体粒子の補修効率 99.9% 以上の使い捨て式防塵マスクって意味なんだね。その通り。そして、防塵マスクは正しくつけないと意味がないぜ。締め紐をしっかり締めて、隙間なくフィットさせるんだ。フィットチェッカーでの確認も欠かせないな。フィットチェッカーなんてものがあるの？もっと手軽に確認できないものなの？手軽にやるなら手のひらで吸気口を塞いで息を吸った時、マスクが顔に吸い付く感覚があれば正しく装着できていると言われているぞ。まあ、商品次第だから、必ず使用する防塵マスクの説明書通りにきちんと装着、確認する必要があるぜ。それもそうよね。命を守るための大事なマスクだもの。おう、防塵マスクを使うときは交換のタイミングや使用期限にも気をつけるんだぜ。きちんと着用してホークス、ネストトンネル災害を繰り返さないようにしたいところだな。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。今回はトライアングル、シャツウエスト工場火災を紹介していくぜ。あんまり聞き慣れない名前ね。どんな事故だったの？アメリカで起きた工場火災だな。現場となったニューヨークのマンハッタンにおいては、街の歴史の中で最多の死者数を叩き出した産業火災となってしまったんだ。そんなにたくさんの被害が。一体どうして？一つの大きな原因としては、過去の動画でも紹介したスウェットショップ、だな。これが被害の規模を爆発的に増加させる要因となってしまったんだ。スウェットショップ。聞き覚えがあるようなないような。英語圏で言うところのブラック企業。みたいなものだっけ？そんな感じだ。そこら辺も含めてじっくり解説していくから、心して聞いてくれよ。よろしくお願いするわ。じゃあまずは事件の概要について話そう。1911年3月25日、現地時間午後4時40分頃、アメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンのとある工場で火の手が上がった。それが、トライアングル、シャツウエストって会社の工場だったのね。何を作っている工場だったの？女性用シャツ。早い話がブラウスだな。当時としてはニューヨーク最大級のブラウスメーカーとして人気を博していたんだぜ。工場では約500人の労働者が詰めていて、その多くは若い移民女性だった。アメリカにやってきたばかりでお金がないから、とにかく若いうちから働いて稼ごうって感じなのかしら。その働き口として縫製工場が出てくるってのもテンプレだよな。火災発生の10分ほど前、午後4時30分頃にちょうどその日の業務が終了した。労働者たちが帰宅前の準備を始めているところで、誰かがゴミ箱で炎が上がっていることに気がついたんだ。ゴミ箱から炎？火元は一体何だったの？タバコの吸い殻か何かが火元不始末の状態でゴミ箱に捨てられたのでは、って考えられているな。だが、正確なところは分かっていないんだ。何せ、炎はあっという間に燃え広がって現場を焼き尽くしてしまったからな。
縫製工場っていうと、衣類とかその素材がたくさんあるから、燃えるのも早かっただろうね。そうだな。大量の綿くずや木製の作業テーブルなど、むしろこの工場内で燃えないものの方が少なかった。現場にいた労働者たちは慌てて初期消火を行おうとしたが間に合わなかったんだよ。火の手が上がったビルの8階から、上層の9階、10階にかけて侵食していった。ひえー。大変なことになっちゃったわね。ここからは事故の被害について紹介しよう。今回のトライアングル、シャツウエスト工場火災における死者は146人。うち123人が女性で、残りの23人は男性だった。主な死因は焼死、窒息、そして鈍的外傷だな。鈍的外傷、何それどういうこと？そもそも外傷は鈍的外傷と鋭的外傷の2つに分かれるんだ。鋭的外傷は刃物とかによる刺し傷や切り傷の総称で、鈍的外傷は交通事故や転落なんかで起きる打撲の総称だな。え、でも、だとしたらなんで鈍的外傷が死因になるの？今回の事故は火災でしょ。火の手から逃れようとして、一か八か高所から飛び降りようとしたってことだよ。高層ビルにおける火災では、珍しいことじゃない。なるほど。亡くなった人たちのうち、最も若い年齢の犠牲者はなんと14歳だった。14歳。なんで14歳の子供が工場で働いてたのよ。アメリカには労働基準法がなかったの。少なくとも今ほどは整備されていなかっただろうな。それにさっきも言ったが彼女たちの多くは移民だったんだ。学校に行くよりもすぐに働きに出て、家族を養わなければいけないほどに家計が逼迫していたんだよ。辛いなぁ。それにしてもこれだけたくさんの人が亡くなったなんて、一体どうしてそんなことになっちゃったのかしら。実はこれには理由があるんだよ。単に逃げ遅れたとか、予想外に炎が回るのが早かったとか、そういうことじゃなく。ああ。まず直接的な原因としては、建物が緊急時の避難を想定していない作りだったってことだな。今まで取り扱ってきた事故でもよくあったわよね。非常口の場所がわかりにくかったり、出口が1箇所しかなくってそこに大勢が殺到してキャパオーバーになっちゃったり。その通り。でも、この工場の問題点はもっとなんというか、こう、初歩的な部分なんだよ。初歩的な問題点。例えば、非常階段があるにはあったんだが、大勢が一度に押し寄せた結果、その重みに耐えかねてねじ曲がっちゃって崩壊しちゃったんだ。ええー、階段がねじ曲がる。そんなことある。まあ滅多にないことだと思うぜ。何せここは500人もの人が働く工場だ。それなのに非常階段がほんの数十人押し寄せた程度で壊れる強度なんて、かなり問題だと思うぜ。そりゃ大問題よ。信じられないわ。この階段が崩壊したことで約25人が命を落としている。他にも、労働者たちが消火ホースを使って初期消火を試みたのに、蛇口をひねっても全然水が出てこなかったりもしているな。意味がわからないわよ。水の出ない消火ホースって、もはや何のために存在してるのよ。しかも工場の出入り口は施錠して出られないようにしてあったんだ。だから正規の出入り口からも逃げられなかったんだよ。は、なんでそんなことしたの？労働者が勝手に休憩したり、金品を盗難して逃亡するのを防ぐ目的だな。実際、移民を受け入れるってのは治安の問題とセットだからな。だが、少なくともこの手のルールと火災との相性は最悪だ。そうすると非常階段かまどしかないけど、非常階段は脆くてすぐ壊れちゃう。まさしく地獄ね。でも、そもそももっとマシな盗難対策があったんじゃないの。いくらなんでも出入り口に鍵かけるなんて危なすぎるわよ。後で詳しく話すけど、この辺はスウェットショップの問題点にかかってくることでもあるな。現代でも、工場労働者はトイレ休憩さえ禁止されているので、みんなおむつを履いて作業しながら垂れ流すって逸話があるくらいだ。人権侵害にも程があるわ。他にも、建物の火災は8階より上で起きているのに、現場に駆けつけた消防車のはしごが6階までしか届かなかったりしている。こういうことの積み重ねで被害が拡大してしまったんだよ。なんかものすごくいたたまれない気持ちになってきたわ。さて、ここまでで建物の構造や防火設備の問題について解説したぜ。でも今回の事故によって浮き彫りになった問題点はもう一つある。というか、むしろこっちの方が問題視されているな。動画冒頭でも語っていたスウェットショップってやつよね。そうだ。さっき霊夢は英語圏におけるブラック企業って言ってたけど、実態はちょっと違うんだよ。そうなの。
ってもどっちも労働者を違法に搾取するっていうところは一緒じゃない。もちろんそこは一緒だ。でも、海外のスウェットショップは工場労働者が多いんだ。海外の企業が現地の安価な労働力を求めて、発展途上国で生産工場を作るんだよね。あ、なんか思い出してきたわ。それでできるだけ人件費を安く抑えようとするから、現場で働く人たちにめちゃくちゃ負担がかかるのよね。そうだ。また、働き手である労働者が逆らえないのを良いことに、パワハラ、セクハラなども横行している。児童労働を促進してしまうため、労働者がまともな教育を受けられずに育ってしまい、結果として貧困から抜け出せないという問題点もあるぜ。確かにスウェットショップはかなり問題よね。でも、それが今回の事故の被害拡大にどうやって関わってくるの？スウェットショップは児童労働や人権侵害的な労働を助長することで問題視されているが、一番根っこにあるコンセプトは、社会的弱者を搾取することでコストを安く抑えようとしているってことなんだ。ふむふむ。だから、その建物が緊急時に避難が極めて困難な構造であったとしても、改修費なんてのは出したくない。労働者たちの安全のためにコストを支払うのは本末転倒だ。劣悪な労働環境で安い給料で長時間働かせて、それで浮いた分が利益になるわけだからな。なるほど。事故の被害を大きくしたのは、非常階段がすぐ壊れる、とか消火ホースから水が出ない、みたいな初歩的な不備だったけど、そもそもその不備が生まれる原因になったのが、そういう考え方にあったってことか。そういうことだ。本来、労働者の生命の安全を保障するのは雇用側の義務だぜ。でもまあ、そこに金かけても利益が出るわけじゃないからな。まあ気持ちはわかるけどさ。でも、人間の命に関わる話なんだから、利益にならなかったとしてもちゃんとしてほしいわよ。その通りだ。だからこそスウェットショップは世界中で問題になっているんだよ。なるほどね。簡単に改善される話ではないんだろうけど、少しでも早くこういう無茶な工場がなくなってほしいと思っちゃうわ。さて、ここからは事故が世間にもたらした影響についても紹介しようか。移民搾取、児童労働、女性労働者、いろんな角度から問題視されそうよね。お、鋭いな。事故当時は、国際婦人服労働組合という組織が設立されて間もないタイミングだったんだが、今回のトライアングル、シャツウエスト工場火災は、この組織の成長にとって一つ大きな契機をもたらすことになった。ほうほう。いわゆる労働組合だな。構成員のほとんどは移民女性で、自分たちの社会的地位や労働環境の向上のために活動を続けたんだぜ。アメリカは良くも悪くも移民の国だもんね。また法整備の側面でも、工場の安全基準の改善が義務付けられた。それはすごく大切なことだわ。火災が起きにくい、もしくは避難や初期消火がちゃんとできる建物にすれば、そもそもこんな事故は起きなかったんだもの。そういうことだな。一方で、トライアングル、シャツウエスト社の経営者二人は過失致死容疑で裁判にかけられたが無罪に終わったぜ。その人たちに火災事故の責任はなかったってこと？もっと労働環境とか安全対策とかしっかりしていれば、被害者の数は違ったかもしれないのに。そうかもしれないが、少なくとも刑事罰を科するほどではないと判断されたんだろうな。このあたりは、どこまで経営者側の責任を問うかってのが難しい問題だ。すっきりしないな。工場火災もそうだけどさ、途上国の人たちが発展国に絞り続けられる構造っていつになっても変わんないんだね。とはいえ、極端な話だが、植民地時代の奴隷労働とかと比べればずっとマシになってるだろ。植民地時代って、一体何百年前の話なのよ。何百年も前の話ではあるが、それでも時代の移り変わりとともに解決されてはいくってことだよ。だとしても、今生きている人たちが苦しんでいることには変わりないからな。まあ、一刻も早くこのような劣悪な労働搾取がなくなることを祈るばかりだな。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。